平成22年沖縄全戦没者追悼式が挙行されるにあたり、戦没者の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げます。沖縄は先の大戦において国内最大規模の地上戦の場となり、すべての沖縄住民を巻き込んだ苛烈な戦闘が行われたことで、多くの尊い命が失われました。私はこの追悼式への参列に先立ち、国立沖縄戦没者墓苑を訪ね、献花をさせていただきました。また、平和の礎を訪れました。町を、家を、友を、家族を奪われた県民の皆様の無念さを思い、言葉に表せない深い悲しみを覚えました。悪夢のような戦により、文字通り焦土と化してから65年が経ちました。沖縄は大きな悲しみを乗り越えて立ち上がり、ひたむきな努力を重ねてこられ、今日の姿を築き上げられました。一方で、いまだに沖縄には米軍基地が集中し、大きな負担をお願いし続けております。そのような負担をかけてきたことに対し、全国民を代表してお詫びを申し上げます。他方、この沖縄のご負担がアジア太平洋地域の平和と安定につながってきたことについて、率直にお礼の気持ちも表させていただきたいと思います。今後、米軍基地に関わる沖縄の負担の軽減と危険性の除去に一層真剣に取り組んでまいりますことをお約束をさせていただきます。沖縄は独自の文化を育んできた我が国が誇るべき地域であります。また我が国で最も高い出生率に支えられ、人口増加が続く地域であり、急速な成長を続けるアジアと近接するという地理的な優位性を有するなど、さらなる飛躍の可能性を十分に備えておられます。沖縄県においてはこうした特性を生かし、あるべき将来像とその実現に向けた推進戦略をまとめた沖縄21世紀ビジョンを策定されたと伺っております。政府といたしましても、沖縄の未来を見据えた上で、現行沖縄振興計画の総仕上げを行うとともに、地元の方々の声に耳を傾けながら、今後の沖縄振興の在り方を検討し、沖縄経済の真の自立と持続的な発展のために全力を尽くしてまいります。今日の日本の平和と繁栄が、戦没者の皆様の尊い犠牲の上に築かれているということを、私たちは忘れることはできませんし、忘れてはなりません。そして、二度と国民を戦争という不幸に陥れることがないよう、全力を尽くしていくことが政治の責任であります。内閣総理大臣として、このことを深く心に刻み、国際平和の実現を不断に追求していくことをお誓い申し上げます。改めて、この地に眠る御霊のご冥福と、ご遺族の方々のご多幸を心からお祈り申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。予定をしてますので、ご協力お願いします。
はい、まず内閣記者会の日本テレビからお伺いします、はい、今日慰霊式典にですね参加されての感想と、先ほど式典では総理普天間基地には触れられませんでしたが、先日日米合意に基づく8月末の方法などの決定は最終決定ではないという考えを示されましたが、このままですと2014年以降も普天間基地が継続使用されるのではないかという、地元の懸念もですね高まっているんですが、総理としては具体的にいつまでに結論を出すとお考えでしょうか。今日はこの沖縄のですね全戦没者追悼式に本当に出席できてよかったと思っております。事前に墓苑と平和の礎に訪れまして、改めてですね沖縄戦の大きな犠牲というものを改めて感じました。特に24万人を超える皆さんが平和の礎に刻まれているわけですが、沖縄の皆さんが15万人近くということで、本当にこの小さな島の中でですね激しい戦闘の結果そうした犠牲を出されたことに、改めて心からですね、哀悼の誠を捧げる機会が得られて、そういう意味では良かったと思っております。その中で挨拶の中でも申し上げましたように、戦後復興の中でも米軍基地が集中的にまだ沖縄に存在するということで、そうした状況について私自身もまた国民を代表した立場からもお詫びを申し上げたところです。同時に、その沖縄で負担をしていただいている米軍基地の存在がですね、日本の安全平和だけではなくアジアのこの地域の安定にもつながっていることを考えまして、お詫びと同時に感謝の気持ちもお伝えをいたしました。その中に私は全てを私の思いを盛り込んだつもりでありますけれども、これからの日米の協議、さらには沖縄の皆さんとの話し合い、特に沖縄の皆さんとの話し合いはある意味では今日のこの出席をスタートにしてですね真摯に話をしていきたいと思ってます。日米合意についてはもう国会でも申し上げましたように、その合意を踏まえて進めるという方針は変わりありませんと同時に、閣議決定をしたように、沖縄の負担軽減、ということも同時並行的に全力を挙げたいと思っております。8月の専門者の検討は、8月に終了するというそういう日程について、私が申し上げたのはその検討が終了したからですねあとは問答無用でそれの実行に移るということではないという意味をこの間申し上げてきたわけでありまして、検討は検討として進めていくことになります。その中で冒頭申し上げましたように、沖縄の皆さんにですね十分話を聞かせていただきながら、他の多くの課題が沖縄の皆さんの負担の軽減の中にはありますので、そういう課題の中で並行的に進められるものはですね、並行的に積極的に進めていきたいとこう考えております。今の段階では具体的にいつまでに移設するとかいうことを切るお考えはないということですか。過去の合意があることは知っておりますし、それが一つの
過去の合意として存在しているということで、それがいろんなものに連動しておりますので、そういった連動も含めてですね、考えなければならないと思ってますが、先ほどのご質問の8月の専門家の間での検討が8月中の終了ということは、そういう日程で進められると理解しておりますが、それで、検討が終了したから内閣もですね、問答無用で例えば着工するとかということにはもちろん法律的にも政治的にもならないわけでありまして、十分な地元の皆さんとの議論を重ねていきたいとこう思っております。続いて県政記者クラブさんから質問お願いします。沖縄県政記者クラブ幹事社の NHK 沖縄放送局です。よろしくお願いいたします。はい、普天間基地の移設についてお伺いします。総理おっしゃっている合意についてなんですけれども、はい、沖縄県の中ではですね、沖縄県民の同意を得たものではないという強い反発があります。この強い反発の中、総理は沖縄県民の理解を得ようというふうに繰り返しおっしゃってますが、具体的に、はい、県民の理解を得るというのはどういうふうにしようと思っていらっしゃるのかが1点と、それと先ほども出ましたが、8月末までの方法をまとめるとおっしゃってますけれども、これ期限を切らないとおっしゃってますが、この場合地元の合意なしにですね、8月末の方法決定というのがありうるものなのかどうか、また基地負担の軽減を図ると前の政権繰り返していましたが、これは普天間の県内移設とのですね、引き換えというふうな捉え方にはならないものかどうか、その点についてお伺いしたいんですが、日米合意について沖縄、県民の皆さんが納得をされていない、あるいは反対をされているということについては、私も十分そういう状態にあることは理解をいたしております、認識をしております。そういう中でですね、この間の国会の議論でも申し上げましたが、沖縄の皆さんの負担の軽減はもちろん進めなければなりませんが、やはり日本の安全ということだけではなくて、今のこの極東における、あるいは東アジアにおけるいろいろな状況の中で、前政権、鳩山政権の下で合意されたことは、やはり政府としてはですね、きちっと引き継いでいくというのがあるべき姿だということを考えておりまして、なかなか厳しい道ではありますけれども、この合意はしっかり踏まえていくと、その上で、沖縄の皆さんにもご理解いただけるように、全力を尽くしていくということです。それから先ほどもありましたが、8月のその専門家の検討について検討そのものの日程について今何か特に変更をあらかじめ考えているということではありません。ただ何度も申し上げていますように、あくまで専門家のその検討というものを8月中に終了しようということが合意に盛り込まれているわけでありまして、その検討が終了したからといってですね、何かすぐ着工するとかですね、そういうことではないという意味で、申し上げたところです。3問目は何でしたっけ。基地の負担軽減をですね、図りたいというふうに繰り返しおっしゃっておりますけれども、はい、基地の負担軽減というのは普天間基地を県内に移設するためにですね、つまり引き換えの条件としてですね、提示なさっているというふうに、捉える向きも県内にはあるんですけれども、総理自身はどういうふうにお考えでしょうか。私はこの過去のいろんな長い経緯がありますので、そういう位置づけで、古く言えば橋本内閣の時からですけれども、そういう位置づけで当時の橋本総理も考えられたのではないと思いますし、私もそういう位置づけで考えるべきではないと思っております。まず第一には沖縄全体の負担の軽減ということがもちろんあるわけですが、
その中でも普天間という非常に市街地域の真ん中にある基地ということで、危険性が非常に他の基地に比較しても高いという中で、当時の橋本総理がですね、この基地の移転ということを日米で合意されたところからスタートしているわけですから、私はやはり普天間を移転させることがもちろん沖縄の皆さんにとってはそれが県外国外であってほしいということを思われている方が多いということは理解しておりますけれども、と同時に普天間そのものが移ることによる普天間を含む地域の皆さんにとってですね、危険性の除去とかあるいは基地負担の軽減、につながることは、これはこの部分だけで捉えればもちろんそれは大変重要なことだと思っております。それに伴ってそれが全体が進めばですね、嘉手納以南のいくつかの施設の返還とか、さらには沖縄海兵隊の相当部分をグアムに移転するとか、そういう形でのその沖縄全体の負担の軽減につながる合意の実行実現ができることになりますので、そういうことも合わせながらですね、さらには一部県外へ、訓練等移転できるかどうか、さらに新たな何か軽減措置があるか、あるいはいろんな事件事故についてのこれまでの過去のいろんな問題もありましたので、そういうものに対するより県民にとってですね、安心できるそうした事件事故のない形をいかにそれを取れるか、そういったことを並行的に検討していきたいと、こう考えております。はい、参ります。ありがとうございました。中山知事とはどういう話をするかだけ一言お願いしていいですか。今日先日東京でお会いしましたけれども、本格的と言いましょうか、話すのは今日初めてですし、今日お会いして私はいろんなことを聞かせてもらいたいと、そういう姿勢で臨みたいと思っています。